日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ッペイ子供と一緒に宇宙から言ってます日本語コンテッペイの時間ですねみなさん元気ですか、えー、今日は留学や海外に住むことの、えー、今と昔の違いについてははい、はい。長いタイトル 雨雨が降ってまますね雨、まあ、久しぶりのあの雨の中でのポッドキャストですね。まあ、まあ、夏はね雨は降るんですけど結構夜とかまあ,あの僕はポッドキャストを撮ってない時間が多かったですよね。えー、だけど今日は雨あのしばらく降るらしいので。 落ち着いた1日になりそうですけどね。雨が降っていると落ち着く気持ちがありますね。気持ちが落ち着く感じがする。あの僕は結構好きなんですよね。はい。なんかこう天気がいいっていうのは気持ちがいいんですけど、あまりにそれが長く続くとちょっとこう疲れる感じがしますよね。もちろん熱ね暑さに疲れるっていうこともあるし、でもなんかね気持ちがこうずっと そうずっとこう上がってる感じね、えー、いわゆる雨が降ると気気持ちちがが落ち着く気がしますよね、うん、もちろんちょっと涼しくなるっていうこともあるけどやっぱりこう雨の音ってちょっとメディテーションというかちょっとこう自然を感じるというかちょっとこう重力を感じるというか、ね、雨はこう落ちてますよね下にだからなんかグラウンドしてますよね なんかそういういググラウンンディングを感じることができたりあとあのちょっと雨の日に外に出ると匂いがしますよね雨の匂いでアスファルトの匂い土の匂いあれが好きなんですよね僕は本当に雨の日の土の匂いねなんかこう懐かしいようななんかこう田んぼね僕の田舎の田んぼね ただ田んぼはちょっと虫も多いしねはいだから東京の土でちょうどいいですよ東京のあの少しの土でいいですよ僕の家の周りにちょっとだけ土がありますけどそれで十分ですまあ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 あの今日ねちょっと話したいことがありますよねそれは留学とかあの海外に住むことね のまあ、今と昔というかね、まあ、僕がロンドンに行ったのが多分17年ぐらい前なんですよね。でそのそもうそれも今と結構違う経験ですよね。多分その20年ぐらい前に留学した人とか20年ぐらい前に例えばこういう人がいますね。先生僕は20年前に日、えー、日本で日本で語を勉強したことがあります 1>, とかねえー、1年間留学してましたとか2年間あの英語の先生の仕事をして勉強を英日本語の勉強をしながら英語の先生をしてましたとかねまあいろいろなあの人たちの,あの意見を聞きますよね経験を聞きますね。でまあこれはねちょっとデータはないので何とも言えないですけど。 昔日本に留学してた人の経験と今日本に留学している人の経験は結構違います。でえー、まあ日本語の上達だけで考えるとねやっぱり昔日本に来てた人たちは結構みんな日本語を勉強してますね日本に住んでいる間に。ただあの日本に来る前とかは全然 しし、てないし、えー、例えば日本に来る前例えばアメリカ人の人で日本に来る前はまあ全然勉強できなかったでも日本に来てすごく勉強したそしてアメリカに戻ってまた勉強してないみたいなまあそれがよくあるパターンで昔のよくあるパターンですね。今のパターンはどういうのが多いかというと日本に来る前に結構勉強してます、ね、皆さんみたいに。 そして日本に来た時え意外とできない。<laughs> そして日本から戻った後また勉強を始めるみたいな。まあそういうパターンもあります。はい。もちろんね、日本に来る前勉強して、日本にいる間ももっと勉強して、日本から帰った後も勉強してっていう素晴らしい皆さんのような人もいますよ。はい。まあいろんなパターンがあるんですけど、まあやっぱりインターネットの インターネットの影響というのは大きいですよねはい皆さんが、えー、日本の外にいながら日本語を勉強し,し続けられるのは確実にインターネットのおかげですよね。ポッドキャストとか YouTube とかいろいろなあのいろいろなプラットフォームとかまあ i t l k i とかもそうですけどいろいろな方法で自分の国にいながらね 自分の国にいながら自分の部屋の中や自分の携帯電話の中自分のコンピューターの中を日本にすることができるんですね。自分のゲームの,あの自分の、えー、スクリーンというか、まあ、テレビの中でゲームをしながら、えー、それは日本語でずっとプレイするとか漫画を読む、えー、小説を読むそれが日本語で全部する。だから例えばアメリカに住んでいるけど。 日本語の勉強をすることは昔よりも今の方がいいですよ、ね。ただね、日本に来た場合、日本に来た場合逆になってしまうことが多いんですよ。日本に住んでいるにもかかわらずアメリカになっているんですね。部屋の中が、コンピューターの中が、えー、携帯電話の中がね、えー、家族といつもいつも話す。えー まあ友達といつもいつもつながっている、えー、アメリカのテレビ小説いろいろなものを英語でそのまま見続けることができる、まあ、こういう現象ですよねこういう状況ですよねこれがよくある典型的な最近の留学や短期滞在のスタイルになっている。日本に住んでいるけど英語ばっっかり使って 日本人と日本語を話すことをまあある意味話すことが必要ないみたいなね、はい、そういう状態になっている。でこれは非常に残念ですよね。えー、言語を学ぶ外国語を学ぶ外国で外国語を学ぶという経験がやっぱり昔に比べてあのー、まあ難しいある意味難しくなっている。ね、自分でちゃんと強い 意思を持っては僕は日本にいるんだから日本語をもっと勉強しようという強い意志がないとついついね家に帰ってついついですよまあ日本語学校に行って家に帰ってついついあちょっと日本語はもう疲れたから英語でちょっとネット見ようみたいなねまあそうなってしまうなってしまいがちですよね。あの僕たちの時 こういういい経験が多いですよね。例えばね僕はロンドンに行った時にあのそのゲストハウスみたいなとこに住んでた時期があるのでそこにはねたくさんの日本人があの住んでました。でまあロンドンにいるにもかかわらずね日本人と集まってあの、まあ、一緒に料理してね食べたりするんですよ。なんかお好み焼きパーティーとかね。 1>, でまあ、1時間ぐらいね結構あの話したりして、えー、だけどねまあその後何て言うかな今日何すのみたいな例えば「田中君今日何すんの?」とか言うとね「いやいやもうやることないんで英語の勉強します」みたいな感じで部屋に戻っていくっていう感じ僕もそうだったなんか「えー、やることないから今日はじゃあ勉強しよう」みたいな。 その時の僕はあのちゃんとしたインターネット持ってなかったんですよねなんかまあもちろんえでもあの時 YouTube はなんかあったけどあったけどまだなんかブログビーログねビデオログみたいなのあんまりなくてあの時はなんかみんなが歌ったりなんか 中国系アメリカ人かな？なんかバックストリート中国人なのかな？彼らはなんかバックストリートボーイズを歌う。あのー、高校生みたいなね。まあ、そういうのがヒットしたりとかもうそういう時期ですよ。覚えてますか？皆さんはい。なんかそういうなんか、ちょっと歌ったりとかちょっと踊ったりとか。まあ、あとはなんか本当にスライスオブライフというかね。なんかこう？自分の猫の。 ちょっとしたものとか、まあ、本当に短いビデオをアップロードするなんかそういう時期ですよまだ YouTube が始まったばかりであのスカイプはありましたスカイプはあったけどちょっとお母さんとかねお父さんとかこう家族と電話するのもそんなになんか今今ほど普通じゃないねこの 今ほどその全ての人が携帯電話で、ね、iPhone もなかったしねその時 iPhone がなかったんですよねだからスカイプとかをするんだったらあのまあコンピューターを使わないといけなかったで僕のお父さんお母さんにとってちょっとアカウントを作るとかめんどくさいでしょ FaceTime がないんですからねだからいや FaceTime あったのかないやなかったと思うなあの時はとにかく結構 難しかったんですよで、えー、日本にいる友達ともまあ E メールですよねでホットメールとかねホットメールとかを使うんでそんなにあの毎日連絡するとかじゃなくてたまにね「おい元気か?」みたいな「何してる?」みたいなのがまあ、まあ、数ヶ月に1回ぐらいでしたね。元気みたいな。 最近どうみたいなのを数ヶ月に1回仲がいい友達と E メールをこう送り合うぐらいの感じでしたよね本当にだから僕はロンドンにいた時は日本とのコネクションが本当に少なくて、えー、日本のことほとんど考えなかったですねでこうニュースとかもまだまだそのインターネットニュースっていうのがまだまだそんなに普通じゃなくて、えー、まあもちろん あったんですけど、まああんまりそんなにあの今ほどじゃない、今ほどじゃない。だからそうですね、ちょっと経験が違いますよね。もっともっとフォーカスしてた、その住んでいる国にね。でも今はどうですか？あの YouTube とかを見ると、例えばあのまあ日本に住んでいるね、まあ日本に住み始めた外国人の人たち。 例えばあのまあいつも例に使いますけどアメリカ人の人で例えば日本に来て「今1週間です」みたいな感じであのブログ V ログビデオログをあのアップロードを始めますでまあ毎週毎週あの日本のスーパーマーケットとか日本の祭りとかあの楽しいビデオログをアップロードしてくれるんですけど ちょっと疑問に思うのがですね。あの blog ねブログね。youtube って動画を撮ってあのアップロードするって。結構時間のコストがかかりますよね。時間がかかるでしょ。あの、ちなみにこの音楽は僕のあの洗濯機、新しい洗濯機ですね。終わりました。洗濯がとにかくその？youtube の動画を撮る。 そして編集すするるアップロードする結構時間がかかるんですよねでそ,のそもそも日本に来て、まあ、あの日本語を勉強したりとか日本に来て、まあ、英語を教えながら日本語を勉強したりとかとにかく日本語を勉強するっていう結構大きい目的があるじゃないですか。にもかかわらずそんなことをずっとやってるんですよね。ほとんどの時間を ハイガイズとか言って <laughs> あのいやいやバカにしてるわけじゃないんですよそれはいいんですよいいけどプライオリティどこですかねユ YouTuber になるんですかもちろんその本当にねそれが一番やりたたいいいことだったらいいんですよでもほとんど全てとは言わないけどたくさんの人たちがなんかこうやらなければいけない日本語から逃げるようにビデオ編集 ビデオアップロードをやり続けているのを見るとちょっと悲しくなりますよね日本語の先生としては。おいそんな時間あるんだったらもう少し勉強しろよね。ね。2年も3年も済んでまだ JLPT4 級なのみたいなちょっとこうも,もう少しフォーカスしないっていうふうに思ってしまいますよね。でまああの。 まあもちろん動画の中では英語を話しコメントでもたくさんの英語のね「ああ素晴らしい動画ありがとう」って言ってねみんながこういいコメントをくれてそれに返事をしたりもう英語の世界ですよねそういう状態だと1年2年3年4年長く日本に住んでも本当にそのバブル外国人バブルの中で生き続けるだけで全くその日本に住んでいる意味がない。 これは非常に残念ですよ、ね、でこういうことが本当に昔よりも増えていると思いますじゃあどうすればいいかというとやっぱり忘れないで欲しいで、ね、し日本語を勉強するっていうのはあの多分そもそもね一番の大きい目的だったと思うんですね。日本に行きたい日本に住んでみたい日本に住みたいそれはあのもちろん日本,日本に住んでいろいろなことをするとかね経験するとかそれもあるけど。 日本語がうまくなりたい。日本語を上達させたいというのは、おそらくほとんどのね、外国人の人たちにとって、えー、目的のナンバーワンだと思うんですよね。そうじゃないって言い張る人もいますよ。まあ、それはそれで自由です。そうじゃない僕は日本語全然興味ないけど、日本に興味がある。まあ、そんな変なことを言う人が、まあ、いますね、たまに。まあ、それはそれでいいですよ。自由だからね。 えー、その国の文化は大好きだけど言語に全然興味がないというよく分かんないことを言う人がたまにいますまあそれはいいんでしょう別に、はい、そういう人がいてもねどんな人がいてもいいですからだけど多分ほとんどの人は違うと思うほとんどの人はあの僕は日本語に興味があるそして日本文化に興味がある日本人に興味がある日本に住んでみたいで日本人と話したい、えー、日本語で生活したい 日本語でいいいろろなものを読んだり聞いたり見たり聞たた見し表現自分を表現したい、ね、もっと本当の日本が見たいそういうふうにだからやっぱりそのための、ね、そのため日本を深く知るあのその自分が好きなものや人やいろいろなこととつながるそのために必要な、まあ、鍵のようなものが日本語ですよね。 でだからこそやっぱりたくさん勉強したんですよねたくさん勉強しているんですよね自分の国に住みながらあのひらがなカタカナ漢字漢字はたくさんあるしね文法いろいろやったじゃないですか。にもかかわらずせっかくね日本に来ているのになんかそのバンナウトみたいになって日本語バンナウトみたいになってああちょっともういいやみたいもう十分でしょみたいな。 まあ住んでるだけで自然に話せるようになるよねみたいな、まあ、甘い考えもしくは言い訳がどんどん出てきてせっかく日本にいる1年間2年間そういう貴重な時間をまあなんかこう動画を作ったり編集したりアップロードしたりあのプラットフォームで英語でたくさんの人たちとコミュニケーションを取ったりまあそれだけであの時間を過ごして でその日本ができないだけじゃなくてやっぱり問題はですね結局やっぱりそのバブルそしてそのなんかこう文化的ななななここううエクチェンジがない状態にっっちゃってますよねなんかこうせっかくですよせっかく日本にいるんだったらやっぱりいろんな日本人の人たちとねこう関わったりしてほしいんですよね日本人が行くようなところに行ったりねでもなんかそのやっぱり外国人バブルが結構強大でね結構強いんですよ 強くてなんか本当に「進撃の巨人のウォール」のウォールみたいになっちゃってなんか壁みたいになってね壊れないんですよねなかなかでその壁は何でできてるかっていうとやっぱり英語でできてる <laughs> まあ英語でできてるとは言わないけど英語はそもそもじゃあ何のためっていうとまああの壁を壊すためだったはずなんですけどまあ英語が話せる日本人ってやっぱり少ないんですよねだから本当にその まあ、例えば、僕の両親みたいなね、人たちとつながるためには、英語は、その。壁を壊さないんですよ。その壁を壊すのは日本語なんですね。はい。もしですよ、もし、もしね、僕のお父さん、お母さんが。アメリカに留学するんだったら、もっと。英語を勉強しろよって、お父さんとお母さんに僕が言いますよ。ね、僕の友達がもし、イギリスに行くんだったら、もっと英語を勉強しろよ。 僕の友達がもし韓国に行くんだったらもっと韓国を勉強しろよ。行く人がその国に外国に行く人が勉強するべきですよね。そこに住んでる人におおいい英語話せよよっておかしいですよね例えば僕が日本に行って日本じ僕はアメリカに行ってアメリカ人に日本語話せよっておかしいでしょだから皆さんも日本に来たら日本人にもっと英語勉強してよって言うんじゃなくてやっぱり自分たちが。 日本語を勉強するっていうのが普通の普通のロジックだと思うんですが常識だと思うんですがどう思いますか、まあ、たまにね、えー、むちゃくちゃなことを言う人がいるんで日本人はもっと英語へ話すよおかしいだろうみたいなねそういうことを言う人もいますが、まあ、ちょっと違うんじゃないのかなとはい僕はね日本人は英語できた方がいいと思いますよいい経験が増えるからねただまあ なんかすべての人がねあのー、なんかそのその英語を勉強するのがしないとおかしいみたいなのはちょっとそれは違うんじゃないかなと思いますね。やっぱそもそも外国語だからね外国語を勉強するというのはオプションです。え外国語を勉強するのは楽しいことです。え趣味と同じ人によって選んでいいんですよね。だから全ての人がバスケットボールを する必要はないし全ての人がスイミングをする必要はないでしょそんな感じで全ての人があの外国語を勉強すする必要はないんですよただしたらいいよっていうぐらいのものですね僕はした方がいいと思うけどそれはあの楽しいからね言ってるだけでそのなんか絶対にしなければいけないものじゃないただやっぱりこう留学する人ねはやっぱりその忘れないでほしいですよね。 ちょっと小言みたいになっちゃいましたけど。うん、はい。というわけで、チャオチャオアステラまたね、またね、またね、頑張ってください。皆さんを応援してます。